の主人公のクランクアップだ。成功の日はもう近いよ。クランクアップってなんだ？おお、物知りだな。ここは銃を持った2人と伯爵が最後に対峙するシーンだからアクションが多い。みんな練習の通りに演じてくれ。それじゃあ行くよ。3、2、1、9。今日は美しい夜だと思わないか。10年前のあの夜のことを思い出す。ハーブティーの香りまで漂ってくるかのようだ。黙りなさい、お母様を殺した悪党め。愛しいアイリスよ、私に向かってなんだその口の聞き方は。私はお前の父親なのだぞ。たとえこの牙が一つ残らず抜かれたとしても、その二文字を私が口にすることは期待しない方がいい。我が娘たちよ、そうやって顔面で譲らないところはお前たちの愚かな母親にそっくりだ。この社会では金と地位があれば絶対的な力を手にできる。あの女は娘を口実に私をゆすれると思ってたのだろう。やれやれ、全く考えが甘すぎる。お母様はお前に何も要求したことはない。ただ私たちに他の人たちと同じように平穏な一生を送ってほしいと願っただけ。お前たちが自らの手で作り出した偏見という名の毒薬がお母様を殺したのだ。その毒薬に比べればお前が食らうことになる2発の銃弾は甘いに違いない。だからお前たちはあの女と一緒で考えが好きだらけなのだよ。そんな2つの銃で勝てるとでも思ったのか。ならば金や地位とお前たちが持つ銃、どちらが強いのか試してみようではないか。物どもかかれ。姉さん、数が多すぎるわ。大丈夫だアイリス、互いに助け合えば。お母様もきっと私たちを守ってくれる。息を捨てろ。最後の警告だ。お前の負けだ。お前らごとき小娘に。私たちはお前の娘じゃないし、あの場所も私たちの家じゃない。教えてくれ、何のためにこんなことをする。母親を失い父親を殺し、罪名以外に何が残るというのだ。それは正義だ。終わったな。ようやく終わったのね。
さんはこれからどこに向かうの？わからないよ、アイリス。花がたくさん咲く場所にでも行こうかな。昔お母様がよく言っていたように。お前は？まずはお母様のお墓にお参りに行きたいわ。ああ、悪くない考えだ。姉さん、見て。どうした？お母様の大好きだったレインボーローズが咲いたわ。素晴らしい、素晴らしすぎる。撮影がこんなにも順調に進んでトントン拍子に撮り終えるなんて思いもしなかったよ。さあ、二人の主人公の撮影はこれにてクランクアップだ。あやか、シュブルーズ、お疲れ様だぜ。ありがとうございます。私とシュブルーズのシーンがこんなにも早く撮り終わるとは思いませんでした。少々名残惜しい気もしますね。わかるぞ。あと少しでカチンコが叩けなくなるなんて残念だ。永遠を撮るのってすごく楽しいもんな。シュブルーズもよかったぞ。あの、それは正義だってセリフ、オイラしびれちゃったぜ。ああ、あれは私も小説の中で一番好きなセリフだ。以前読んだ時よく自分の部屋で真似をしていた。シュブルーズにもそんな一面があるんだな。意外だぞ。悪人は裁かれ、正義が悪に勝つ、こういう結末を好まない者はいないだろう。忘れないでくれ、私はフォンテーヌ特巡隊の隊長だということをな。失礼します、隊長、急ぎ報告することが。すまないみんな、私は先に失礼する。うん、こっちのことは気にせず行ってこい。もう呼ばれて行ってしまったのかい？もっと称賛したかったのに。きっと緊急の公務が入ったのでしょう。そうか、なら今日中に君たちのシーンを撮れてよかったよ。撮影スケジュールを調整するのは大変だからね。そうだ、今日はもう解散して構わないよ。早く帰ってゆっくり休むといい。それから彩花、君の演技は相変わらず素晴らしかった。本当にプロの女優になるつもりはないのかい？ちょうど優秀な劇団がヒロインを募集してたよ。フリーな監督に認めていただき大変光栄ではあるのですが、稲妻のシャブ業にはまだまだやるべきことが多くあります。ですからフォンテーヌに長期間滞在して女優業に携わるというのは難しいのです。こたびの協力の経験を宝物として大事に心に留めておきます。そうか、残念だ。もし考えが変わったらいつでも僕のところに来てくれていいからね。では私もそろそろおいとまいたします。私の出演シーンは撮り終わりましたが、もうしばらくは現場でいろいろとお手伝いをいたしますので、旅人さん、パイモンさん、また明日お会いしましょう。うん、また明日な。で、これからどうするんだ？今日もシュブルーズと一緒に調査するのか？旅人、パイモン、一緒に来てくれ。お、どこにだよ。私たちの船がついに孤島にぶつかったようだ。
るなんて。シュブルーズ、オイラたちをここに連れてきてどうしたんだ？ああ、決定的な証拠ではないが、重要な進展があった。お前たちはエミリエという名を聞いたことはあるか？ああ、あの有名な調香師だろ？彼女とは交友があってな。たまに難解な事件の捜査に力を貸してもらってるんだ。少し前に事件現場に残されていたレインボーローズを彼女に送ってみた。彼女は毎日花の相手をしてるからな。で、どうだったんだ？花には何も痕跡は残されておらず、そこに付着していた土にも特に変わった点はなかった。しかしエミリエは犯行現場に残されていたレインボーローズがかなり希少な品種だということに気づいた。レインボーローズにも品種があるのか？フォンテーヌの野外だったらそこかしこに咲いてるだろう。どんな花であっても人工的に栽培したものと自然環境で育ったものとでは多少の違いが生まれる。私たちも事件現場にあったものは人工栽培された品種だと前から気づいていた。だがプロであるエミリエはその専門知識を生かしてさらに範囲を絞り込んでくれたんだ。おお、つまり誰の家でこの品種が育てられてるのか分かればそいつが犯人の可能性が高いってことだな。そうだ。そして購入記録を見比べた結果、この品種のレインボーローズを栽培しているものはフォンテーヌにただ一人だということを突き止めた。本当か？誰なんだ？例の著者だよ。え？でも前は。今も私の考えは同じだ。彼が人を殺めたとは思えない。しかしそれは犯人が彼の家に行っていないことや彼が自分の育てたローズを犯人に売っていないことを意味するものではない。いずれにせよ尋問は避けられないだろう。じゃあオイラたちがこれから向かう場所は著者の自宅だ。あの家がそうだ。家の周りが警備ロボだらけだぞ。普通の人の家ってこうじゃないよな。前回彼と会った時に聞いた話によると、これは邪魔されたくないからだそうだ。庭にたくさん花が植えてあるな。こいつらを避けて積むとなるとさすがに難しいんじゃないか。ゆえに彼と犯人の関係は単純なものではないと私は見ている。ドアをノックするか？念のため一部の警備ロボを処理してからにしよう。でもこんな遠くからどうやって処理するんだよ。忘れたのかパイモン、私はまごうことなき重視だってことをな。
片付いたな。行くぞ。ちょっと待った。あの中に犯人がいると思ったら、なんだか緊張してきたぞ。この後どうしたらいいんだ。もう一度教えてくれ。私が先にドアをノックし、室内の安全を確認する。ついでにいくつか質問のため、警察隊への同行に応じてもらえないか尋ねるつもりだ。この場ですぐに捕まえられないのか？私たちはまだ彼が犯人である、またはその協力者であるという十分な証拠を掴んでいない。ただ、私がドアをノックして対応してる間、お前たちにはこの家のレインボーローズを一輪取ってきてほしい。それを持ち帰り、マレショーセファントムで証拠と比較できるようにな。おう、任せろ。シュブルーズも気をつけろよな。バティストさん、いるだろうか。こんな遅くに。ああ、シュブルーズさんか。バティストさん、これから私と共に署まで同行願えないだろうか。事件について少し聞きたいことがある。やはり例の銃殺事件のことですかね。今は言えない。じゃあ間違いありませんね。バティストさん、返答を聞かせてもらえるか。ああ、シュブルーズさん、少し手間を省きましょう。それからそちらのお二人も花を摘むなんて手間は不要です。それらの花のつぼみはまだ開花の時を迎えていない。その手間を省くとは。僕が殺しました。自白したぞ。そう緊張なさらないでください。武器なんて持っていません。銃は裏庭に埋めましたから。バティストさん、私には伝える義務がある。今話してる一言一句は全て法廷での重要な証拠となる。もちろん分かっています。こういう感じはあまり好きではないな。僕が罪を認めたから、それとも自分が間違えていたからですか。どちらもだ。僕が小説で書いた理由と同じ敵討ちのためですよ。あなたたちが僕と彼の関係まで突き止められなかったのは知っています。でなきゃとっくに警察隊に連行されていたでしょうからね。でも僕は永遠に彼の顔を忘れない。母を殺したのですから。あなたの母上は今も健在のはずだ。僕が養子だったことは知っているでしょ。僕が言っているのは生みの母のことですよ。それは孤児院の記録には書かれていなかったが。母が目の前で死んだのだから、6歳の子供が嘘で自分を守る術を覚えるのも無理はないでしょう。じゃあ小説に書かれてたことって全部本当のことなのか。いいえ、それは違いますよ。小説は芸術的な加工がされていますから。でも僕が裕福な人間の私生児で、そいつが僕の母を殺したというのは真実です。だがバティストさんが殺した相手は貧民だったはずだ。彼は金で雇われた殺し屋で、モラのために丸腰の母を手にかけたけだものですよ。もし本当にそうなら
私たちにそれを教えるべきではなかったのではないか。真の黒幕をまだ始末していないのだろう。まさか特巡隊隊長の口からそんな言葉が聞けるなんて。私は一連の動機について疑いを持ってる。簡単です。疲れたんですよ。全てを背負うのが嫌になったんです。あなたは僕が銃で人を殺せるような人間だとは思わなかったのでしょう。実際その通りでしたよ。撃った後の苦しみは計り知れないものでしたから。このまま敵討ちを諦めるつもりなのか。あの男が持つ権力と金は強大です。僕一人では成し遂げられないことなどとうに分かっていました。だからなんだという。お前の本にはそうは書かれていなかったぞ。僕とあなたとでは犯罪者は僕の方だというのに。まるでこのまま犯罪に手を染めるようあなたはそそのかしているかのようだ、警察隊員さん。その金持ちの男の名は？これまでの証言が真実だと証明する方法はあるのか？あなたと二人で話がしたい。ならば署に行って話そう。いえ、他の人に聞かれない場所はここしかありませんから。分かった、話してくれ。僕の言う他の人はあなた以外の全員ですよ。あなたにしか話しません。ああ、頼む。スブルーズ、気をつけろよな。さあ話してくれ。本当に僕のことを信じるんですか？話を聞いてからでないと判断はできない。わかりました。ではよく聞いてください。全てがつながったな。僕のことを信じてくれたようですね。事件の真相を公にしてほしいのか？いえ、そうではありません。少なくとも今じゃない。ならばどうして私に教えたのだ？僕の小説を読んだあなたはどう思いますか？仮に今この情報を新聞社に流しても当事者は否認するだけでしょうね。時間が経ちすぎた。もうすぐ20年ですよ。証拠はとっくに消えているし、かつては海上に孤島が浮かんでいたとしても今では深い海の底に沈んでしまっています。正義が彼にたどり着くことなど永遠にない。試しもせずにどうして断言できる？あなたが特巡隊隊長として正義をなす立場にいることは知っています。でも彼を平穏な牢獄に送ることが本当に正義だと思っていますか？かけてもいい。きっとやつはメロピデ要塞でも快適に暮らせます。何が言いたい？僕は撮影現場に足を運んだことがあるんです。あなたの演じる重視はとてもかっこよかった。悪人に対して正義の引き金を引く、それこそ彼に下されるべき審判だと思いませんか？お前の敵討ちを成就させるため今すぐ解放してほしいと。いえ、シュブルーズさん、それが不可能なことは分かっています。僕の代わりにあなたに敵を討ってほしいんです。シュブルーズのやつ遅いな。何話してるんだ？心配になってきたぞ。危険な目に遭ってるんじゃないよな？それはオイラも分かってるけどさ。なあ、黒幕は誰だと思う？あの作家はなんでオイラたちを遠ざけたんだ？旅人パイモン、待たせたな。
バティストさんを署まで護送し、尋問を受けさせるよう手配した。裏庭には彼の言っていた通り、犯行に使われた銃が隠されていた。じゃあ黒幕の名前は？ちゃんと話してくれたさ。だが今は特巡隊に戻っていろいろとすべきことがある。これから数日は事件のことで忙しくなるから、撮影現場には顔を出せないだろう。そっか、きっと話しづらいことなんだよな。ならスチームバード新聞をチェックするようにしとくぜ。実は二人にもう一つ頼みたいことがある。あの夜作家を捕まえてからシュブルーズ。今はみんなのところに行こうぜ。今、親子ちゃんとあんたらのこと話しとったところや。シュブルースはやはり来ないのでしょうか？ああ、オイラたちも今日は顔を見てないな。そうな？残念よな。今日残ったシーンをいくつか撮ったら完全にクランクアップやって監督が言うてはったのに。そうそう、監督がうちにも出演の機会を作ってみんなに出番をくれる言うてはってな。永遠の撮影が全て終わったら皆で打ち上げを行おうと準備しているんです。お二人もいらっしゃいますよね？シュブルーズもいたらよかったんやけどな。一緒に写真撮りたい思ってたのに。こればっかりは仕方ないんじゃない？特巡隊って忙しくなるとああいう感じだし。ですが、もっと心配なのは今朝のスチームバード新聞に載っていた銃殺事件のことです。犯人は二重詩の著者だと書いてありました。そうそう、うちも見たで。自分の罪をきれいさっぱり白状したのに、犯行動機については一切話さへんかったって。うちらは詳しい事情知らんけど、この永遠にも影響があるんちゃう？結果的に僕らの作品の知名度が高まるだろうね。実力で引きつけた観客じゃないという点についてはあまり後味が良くないけど。
何しろ監督の名前がポスターに載ってるだけで結構な数の観客を動員できるからね。人気が高すぎるんだから仕方ないじゃないか。なんて言ったらいいか、僕の知名度を表すのにぴったりな言葉は過去の栄光、悲鳴とどろくだ。失礼、今いいか。お、クゾビエ、なんだか久しぶりだな。ああ、最近は英英協会の人と今後の宣伝のことで話し合いが忙しくて、こっちに構ってる暇がなくてな。皆さんが心血を注いだこの作品、必ずや最高のステージでお披露目するつもりだぞ。そう、最高の。もう一つの戦場ってやつだな。そう言えるかもな。おっと、そうだ、今日の英英撮影前に紹介したい人がいるんだ。こちらは俺が前に行った出資者の方で、モリスさんだ。どうも。ごきげんよう、モリスさん。以前財政状況で苦しんでいらっしゃるとお聞きしました。今は好転なさっているといいのですが。ああ、少しは良くなったよ。大丈夫や、モリスさん。そんなん誰にも予測できひんねんから悲しむ必要あらへん。それに、ええ知らせがあってな、撮影がもうじきクランクアップなんや。うちは今まで読んできた物語の中でいっちゃいい話やと思ったで。それは何よりだな。よし、みんな挨拶も済んだようだし、そろそろ始めようか。今日のメインは街の風景や人々の様子を映すシーンだ。これらは映画の中で特定の環境を描写するのに使わせてもらう。その後はアヤトとヨイミヤのゲスト出演で、よそ者がフォンテーヌの重視に抱く評価を表現する。わかりました。お兄様も後ほどこちらに合流するとのことです。よし、じゃあまずは風景のシーンから撮ろうか。カメラマン、スクリプター準備して。うん、任せとけ。街並みを円形で撮るってことを忘れないでよ。もしいい感じの花や草があったらアップで撮ってくれていい。いくよ、3、2、1、9。そう、ゆっくりとレンズを動かすんだ。あそこの花にピントを合わせてみて。お、どうしたんだい。あの花にピントを合わせればいいんだよ、カメラマン。そんな、この前は問題なかっただろ。すぐに写真機を交換してくれ。はい、こちらを使ってください。じゃあリテイクだ。3、2、1、9。どうしてこっちまで壊れるんだ。ベロニカ、他に予備はあるかい。今日あるのはこの2台だけです。なんだって。だったら急いで工房を探して修理してもらおう。ボーノ、君は倉庫に行って余っている予備の写真機を持ってきてくれ。あ、はい、行ってきます。申し訳ありません、遅くなりました。おや、彩香、これは一体。
今日の撮影は問題続きで、あまり順調ではないんです。なるほど。よし、僕たちもただ待っているわけにはいかない。出演者はメイクを、写真機が直ったらすぐに撮影を再開しよう。工房の人が言うには、レンズを固定する部品が外れていたそうです。おかしいですね、昨日は問題なかったのに。そんなことはどうでもいいさ、早く続きと行こう。それじゃみんな口を閉じて、出演者は位置についてくれ。3219。なあなあ、2人の重視の話聞いた？ええ、街で結構な騒ぎを起こしているようですね。噂やけど全然捕まらんせいで、警察隊員とこの長官がカンカンに怒っとって、まん丸のお腹が破裂しそうなんやって。おや、あのお腹があれ以上膨れるものなんでしょうか。大変です監督、大問題です。もう撮影は始まってるんだぞ。話があるならこのシーンが終わってからにしてくれないかい。これまでに撮ったフィルムが全部なくなってるんです。保管してた箱が空っぽになってます。なんだって？モーナさん、私をその場所まで連れて行ってください。うちも行くで。いや、よいみや、君はここにいてくれ。みんな、現在のシーンと関係しているものを除いて、ボーノと一緒にフィルムを探しに行ってほしい。他のものはここに残って撮影を続けよう。信じられない、こんな不運が一日のうちに立て続けに起こるなんて。どうなってるんだ。戻ったわよ。どうだった、見つかったかい？うん、側溝の中にあったわ。まさかフィルムは汚れてないだろうね。すぐに見つけたから問題はなさそう。他の人たちが今抜けがないかチェックしてる。ああ、寿命が縮んだよ。全部水の泡になるかと思った。あんな絶望感はもう二度と体験したくないからね。それにしても誰がこんなことしたんだ。まさか他に AA を制作している競合チームが。でもどうやって一日のうちにこんだけの問題を仕込むんだよ。考えている暇はない。他の問題がない今のうちに急いで最後の数シーンを撮ってしまおう。お、そうだな。みんな、二重視、これにてクランクアップだ。めちゃくちゃ疲れたぞ。こんなに時間がかかるなんて。撮影中いくつも壁にぶつかったけど、ここにいるみんながこの AA のためにかけがえのない力を見せてくれた。本当によくやってくれたよ。俺もフリーナ監督と同じ気持ちだ。ここまで手を貸してくれた一人一人に心の底から感謝してる。本当に俺は。はいはい、その受賞スピーチは帰ってから練習するように。続きは本番の式典で言ってくれ。さあ、ここからはパーティーの時間だ。みんな浜辺に移動しよう。海底のプクプク銃にも聞こえるくらい盛大な打ち上げをしようじゃないか。パーティー、パーティー、ほら早く行こうぜ。順調。
ええ、万事うまくいっておりますよ。お気遣いありがとうございます。お兄様の話では稲妻とフォンテーヌの文化交流の日程が正式に決まったそうです。次にこちらを訪れるときは稲妻シャブ業の名義で入国することになるでしょう。おお、よかったじゃんか。もしかしたらいつか稲妻でもフォンテーヌの探偵小説が読めたりするかもな。あ、でもそうなったらミコがあんまりいい顔しないんじゃないか。だって商売を奪うことになるだろう。それもそっか。あいつってしょっちゅう最近の娯楽小説には新鮮味がないって愚痴ってるもんな。文学の分野だけでなく、両国の食べ物や玩具、工芸品など、そういったものの交流も計画に入っています。おー、ますます楽しみになってきた。その時になりましたらまたよろしくお願いしますね。チームの有能なカメラマンとスクリプターじゃないか。撮影ご苦労だったね。フリーナの方が大変だっただろう。それに実はあのカッチンってやるのだんだん飽きてきたんだよな。しかも恐ろしいのが、夢の中でもフリーナが3219って叫ぶのが聞こえるんだ。それが終わらないと夢の続きを見られなくって。君の夢に出てくる僕はもっと偉大な姿で登場すべきだと思うけど。それにパイモン、こんなにも多くのことを一緒に経験してきたっていうのに、覚えているのはたったそれだけなのかい。どおいらのせいじゃないぞ。ただ最近とにかくカチンコばっかり鳴らしてたから。まあ何にせよ永遠の撮影は無事に終わった。僕はね、あの永遠で最優秀賞を取れる自信があるんだ。とトロフィーの名前は言わないでくれ。そっか、もしオイラたちが受賞したらフリーナが表彰台に上がって自分の彫像を抱くことになるんだな。そんな場面で出しゃばるつもりはないさ。グザビエに上がらせればいい。フリーナがフリーナのトロフィーを抱いてフリーナ賞を受賞する。ふぅ、好きに言うといいさ。僕は引き続きスイーツを楽しませてもらうから。まああんまりね。でもフォンテーヌのファッションウィークよりかはマシかな。もしこの永遠が話題になったら、チオリのブランドももっと多くの人に知ってもらえるだろうな。作品がちゃんと上映されることが前提だけどね。もしかしてあの事件のことを心配してるのか。うん、あと今日起きたいろいろなトラブルもね。まあそうだよな、悪いことがあんないっぺんに重なって起きるなんて。それに今日、いつもと違ったことといえば、お、なんでもないわ。とにかくフ
キルムはもう編集作業に入ったし、何も問題は起きないはずよ。モリさんどうや？パーティー楽しんでる？ああ、なかなかのものだ。パーティーはいつ頃終わるのかな？みんな楽しそうやし、夜中まで続くんちゃうかな？もしかしてモリスさん、帰らなあかん用事でもあるん？私はあまり夜更かしに慣れていなくてね。もう少ししたら先に。ああ、なんでこんな大事なこと忘れとったんや。え、どうしたんだね。パーティーで打ち上げる花火を倉庫に忘れてきてしもたんや。花火？ああ、それは残念だったね。モリスさん、手貸してくれへん？うち一人じゃあんなに運べへんわ。私が？別の人に頼んでみてはどうだね。みんなおわっと驚かせたいね。倉庫はすぐ近くやし、そんな時間はかからへんから。お願いやモリスさん、うち花火を見てもろてから帰ってもらいたいね。うちの自信作やから。めっちゃ綺麗やし、絶対一生忘れられへん思い出になるで。ほな、こっそり抜け出そう。誰にも気づかれんように。ああ、わかった。倉庫はここや。事前に置いといたから、運ぶのには苦労せえへんよ。結構遠いではないか。堪忍堪忍。うちっていつも動いてばっかやから疲れを知らんねん。モリスさん、ここで待っといて。確かこの辺に明かりをつけるボタンが。なぜ私がこのようなこと。何の音だ。誰だ。助けてくれ。逃げられるとでも、モリス。人違いだ。私じゃない。私が殺したのではない。知ってるか、エリサは死ぬ前貴様のようにうろたえなかった。床下の子供が見つからぬよう、貴様の雇った殺し屋に最後まで抵抗した。これはエリサのペンダントだ。中には二人の写真がある。忘れてはいないよな。貴様が送ったものだ。ありえん。これは偽物だ。あれは貴様の雇った殺し屋が処分したはずだと。本当に彼女を愛したことがなかったのか。なぜ彼女を殺そうと思った。待て、落ち着け。私はエリサに大金まで渡して秘密にするよう忠告したのだ。なのにまさか子を産むとは。事態はすぐ隠しようがなくなった。私も焦るしかなかったのだ。待て、この通りだ。何が欲しい。金ならいくらでも渡そう。その金を持って地獄で懺悔するといい。フォンテーヌ特巡隊隊長のシュブルーズ、貴様をエリサ殺害の罪で逮捕する。
様もだ。道具係ベロニカ、それとも二人目の従者と呼ぶべきか。ちょっとどういうことな。台本にはこんなくだりなかったやんか。銃を下ろせベロニカ。どうしてこのゲスを殺す邪魔をするの。銃を下ろせと言った。三度目はないぞ。これは一体どういうことだ。まだわからないのかモリス。今起こったことは全て貴様をカメラの前で自供させるための芝居だったのだ。もちろんこの招かれざる客を除いてな。おいシュブルーズ、オイラたちは芝居の手伝いを頼まれただけで二人目の従者がいるなんて聞いてないぞ。ここに来るまで私も自分の推理が合ってるのか定かではなかったからな。宵宮さん、あなたの演技には感謝している。早速だが特巡隊隊員に知らせてくれないか。近くで待機を命じておいた。それから撮影チームの皆に冷静に行動するようにと。私たちはしばらく待ってからここを出よう。うん、かまへんで。どうだモリス、20年前の昔話を語る気にはなったか。私の忍耐にも限界があるぞ。やむを得ず取調べ室で尋問するという選択を私に取らせない方がいい。貴様はあの中でおそらく1分も持たないだろう。先ほどの記録があれば法廷で貴様に勝ち目はない。今のうちに協力する姿勢を見せておいた方がいいぞ。わかった、話そう。人を雇ってエリサを殺したのは私だ。彼女はもともと私の家のメイドでとても美しい人だった。月日が経つにつれ私は彼女に心を動かされ、私たちは人目を避けて愛し合うようになった。だがやがて彼女は身ごもってしまったのだ。もしこのことが両親に知られてしまえば私の財産は全て剥奪され家から追放されるのは明白だった。だがまさかエリサが子を産むと言って譲らず私に遠くで暮らそうと言い出すとは思わなかった。貴様に愛されてると本気で思っていたのだろう。もう選択の余地はなかった。彼女に金を渡しこの家を出て子を産まないようにと言った。しかし数年後彼女は一通の手紙を私によこしたのだ。そこには二人の子供の写真が入っていて、いつか見に来てほしいと書かれていた。あれ、二人の子供？バティストだけかと思ってたけど、あ、もしかして。彼女が言うことを聞かずに幸運だとはいえ、貴様はそれを見て見ぬふりすればよかったはずだ。なぜ彼女を殺す必要があった？ああ、私は当時ちょうど別の富豪の令嬢と結婚することになっていてな。もしこの件が発覚すれば私の人生は終わっていた。他に方法がなかったのだよ。違う、方法がなかったのではない。貴様は再び選択を間違えたのだ。自分の母親が目の前で殺されるってどんな感じか知ってる？私と兄さんは物心がついたばかりの子供だった。床下に隠れてお互いの手をきつく握り合って息をする音さえ押し殺していた。ただなすすべもなく母さんと殺し屋が争っているのを見ていることしかできず、そして殺されて、殺し屋が去った後また戻ってくるのを恐れて私と兄さんはずっと動けずにいた。2日目の夜になってようやく床下から這い上がったの。母さんは
もう冷たくなって硬直していた。それ以来貴様たちは事件の真相を公にしようと決意したわけか。それだけじゃなく復讐もね。それが貴様たち二人が重視になった理由なのだな。いや、それは私だけ。事件の被害者も私が殺した。兄さんとは無関係よ。無関係なのは知ってる。え？彼は人を殺すような人間には見えないと私は思っていた。あの晩、彼が罪を認める時の態度もあっさりとしすぎていて、怪しく思ったほどだ。そして最も重要な点は、彼からは無念を感じられなかった。彼が自供する過程も、私の知る限りどんな犯人よりも早かった。しかし貴様のことについては一言も触れず、一貫して全ては自分がやったことだと主張した。取り調べが終わった後、私は裏庭から掘り出した銃を分解し、彼の前に置いて元通りにしてみろと言った。どこまで組み立てられたと思う？一つのパーツも組めなかったのだ。そもそも銃器など触ったことがなかったのだろう。故に私はこの事件の犯人が一人ではないと断定した。彼の行動は仲間のために注意を引きつけて復讐のタイミングを作り出すものだったのだ。そして私はそれを逆手に取った。結果それは証明された。二人目の重視はモリスが一人になったのを見て迷いなく飛び込んできたというわけだ。それにこの小説のタイトルは二重視だろ。でもどうしてベロニカなんだ？バティストさんがあの夜私にモリスの名前を教えてくれた時にすぐガテンがいった。出資者の資金に問題が生じた？それは全て作り話だ。彼は真っ先に出資者を名乗り出て、その後一銭も出さずに永遠の撮影を台無しにさせたかっただけだ。何せこの物語を最も世に広めたくない男だからな。その考えは当時エリサにやったことと全く同じだ。どこまでも下劣なやつだが、結局グザビエは万難を排し、本当にこの作品を取り終えてしまった。こうなっては貴様もじっとしていられなかっただろう。加えて犯人が捕まったことでもう身を隠す必要もなくなった。だから間違いなくこいつは今日撮影現場に来るだろうと踏んでいた。まさか今日の撮影現場で起きたいろいろなトラブルも全部お前の仕業か？うん、二人目の重視の正体に関してだが、容疑者はモリスの周辺で機会を伺っているんじゃないかと考えた。もしその人物がモリスがこの永遠の出資者であることを知っていたとなると、容疑者の範囲はそれに応じて絞られてくる。それに道具係の立場であればチーム名義で部品を注文することは容易で疑われることもない。私はこの推理に基づき、バティストさんがかつて暮らしていた孤児院の記録を調べた。20年前の同じ日、そこに誰の名前が載っていたと思う？兄さんはあなたを信用したのに。うん、それは彼の敵討ちを成し遂げるということか。兄さんはあなたが正義をなす人だと信じたのよ。そうだ、私もそう信じたわ。あのシーンを演じた時のあなたの表情を見て、さっきは本当に奴に向けて銃を撃ったのかと思った。あなただって奴が何をしたか全部聞いたでしょ。あんなことをした男だっていうのに
まさか中断を食らわせるよりも残りの人生をメロピデ要塞で過ごさせて何不自由なく飲み食いさせた方がいいっていうの。私は今でも母さんの冷たくなった手のことが頭から離れないのに。これがあなたの有効兵、あなたが掲げる正義。本当のことを言おう、ベロニカ。あの夜、貴様の兄と今回のことを話した後、私は迷った。モリスの頭に風穴を開けるべきじゃないかと、本当に考えたのだ。じゃあどうして？だがそれは決して現実にあるべき正義ではない。貴様からすれば、正義とは歯には歯を、命には命をというものかもしれない。しかし皆が正義に対して独自の理解を持ち、皆がそれぞれの正義を追い求めることになれば、そこに規則は存在しなくなるだろう。今日貴様がモリスを殺したとして、明日はその子供が貴様を殺しに来るだろう。現実は単なる復讐主義などでは裁けない。そうすれば復讐の連鎖に陥り、規則が存在しなくなり、社会も存在しなくなる。現実には現実の正義と法則がある。これこそフォンテーヌが正義の国と呼ばれる理由だ。それからこの男にはメロピデ要塞でのいい暮らしなど待っていないことを私が保証しよう。シュブルーズ、特巡隊呼んできたで。ご苦労。二人を連行しろ。私はやっぱり納得できない。気持ちはわかる。少なくとも今日、正義は奴の元に訪れなかった。シャブルーズ、行こう。撮影チームの皆に状況を説明しなくては。ありがとう。私は大丈夫だ。ただ、何がこの者たちに、このような道を選ばせてしまったのかと思ってな。モリスさんがまさか、はあ、なんという見下げ果てた男だ。なぜそんな悪事を。皆さんがご無事で何よりです。でもまさかこの物語がそれほど多くの事件に関わっていたとは。それでこれからどうする。クランクアップはしたが、まだ永遠の制作を続けるか。何言ってるのよ。今の話を聞いたらなおさら続けるべきでしょ。しおりの言う通りだ。私もこの物語をより多くの人に知ってもらいたい。しかし本当の結末は物語とはまるで違うようですね。それはよろしいのですか、シュブルーズさん。あ、決心はついたかい。今ならまだ結末を取り直せる。判断は君に任せるよ。いや、取り直しは必要ありません、フリーナ様。私は今の結末のままでいいと思います。芸術には特有のロマンがあってしかるべき。
現実ではままならぬ後悔の念をそれで晴らしましょう。そして芸術には同様に独自の正義と法則があります。私が小説に魅了されたのもそれが理由です。ならこれで決まりだ。僕もその決断に賛成するよ。ベロニカは、あの子は大丈夫な？彼女はその兄やモリスと共に直に自分たちの所業に応じた審判を受けることになる。3人はおそらくメロピデ要塞に移送されるはずだ。リオセスリさんには私から挨拶をしておく。それは私の思ってる挨拶で間違いない？ああ、そうだ。ほほん！ほらほら、一見落着したんだから、もうそんなに難しい顔をする理由もないだろ。みんな今日は目いっぱい食べて飲んで楽しんで、明日から撮影後の作業に移ろう。シュブルーズはさっきのパーティーにいなかっただろ。今度は参加してくれるね。はい、参加します。では私はあちらでお待ちしております。シュブルースにお伝えしたい吉報がありますので。旅人パイモン、パーティーが終わったら浜辺で待っていてくれ。お前たちと少し歩きたい。ああ、感謝する。待たせたな。別にそんなに待ってないぞ、シュブルーズ。で、オイラたちに用でもあるのか？いや、大したことではない。ただ共に事件を追った仲間として、お前たちと少し話がしたいと思っただけだ。旅人、お前が私の立場ならあの夜どうしていた？お前はまるで小説の主人公みたいだな。子供の頃、父に連れられてよくここに泳ぎに来た。どれだけ寒くても父はいつも私を連れてきた。父はこう言っていた。水泳は精神鍛錬に一番いい運動だと。何しろ対岸にたどり着くまで絶対に泳ぐことを投げ出せないからな。特に冷たい海の中では。え？なんでだよ。投げ出した時が死ぬ時だからだ。あの頃はまだ神の目も持っていなかったしな。あれはある冬のこと。寒風がナイフのように私の身を切り、海水が冷ややかに骨を刺した。つま先が少し水に触れるだけで足の指は感覚を失った。私は泳ぎたくないと泣いて訴えたが、父は耳を貸さなかった。父もかつて特巡隊員で、おそらくそれがあの人なりの教育法だったのだろう。聞いてるだけで恐ろしいな。泣き止まない私を見て、父はさっと私を抱き上げ、冬の海に放り込んだ。刺すような寒さが骨に染みた。私は恐怖と怒り以外何も感じなかったよ。私は父が助けに来てくれるのを待とうと思った。だがふと見ると、
父はすでに対岸に向かって泳ぎ出していた。その時気づいた。投げ出したら自分はここで本当に死ぬのだと。全力で父の後を追った。その数分間はそれまでの人生よりも長く思えた。だが私は泳ぎ切った。対岸までな。それからは二度と何かを恐れたり泣いたりすることはなくなったんだ。そのやり方はオイラには向いてないだろうな。私もそれが正しい教育法とは思わない。ただ今こうして正義を追い求めてると時々あの冬の海に戻ったような怒りや無力さを感じる。シュブルーズ。でもだからこそ投げ出してはいけないとより強く思うのだ。そうでなければ冷たい海で溺れてしまうからな。どうだ、私と勝負しないか。我々が溺れ死ぬことはない。スピード勝負でいいだろう。お前たちだけで勝負しろよ。オイラはカチンコ鳴らしてスタートって叫ぶからさ。動くな。キリした。シュブルーズって泳ぐのがすっごく早いんだな。オイラが飛ぶより早かったぞ。でもなんで特巡隊に入ったんだ。父親の影響か。それも少しはあるかもな。だがそれよりも子供の頃から小説に出てくる正義のヒーローに憧れていたという方が大きいかもしれない。本当に小説が好きなんだな。特巡隊に入ってから気づいたのだが、現実と小説の落差はやはり大きい。さあもう少し歩こう。実際自分の行いが正しいのか迷うこともある。だがどうであれ泳ぎ続けねばならないのは分かっている。この目にはあの対岸しか見えていないのだから。散歩に付き合ってくれたこと礼を言う。話をしたら気持ちが随分楽になった。あれ、いつの間にかあの作家の家の近くまで来てたんだな。本当だ、こんなに近くにあったのか。本当に花をいっぱい育ててるんだな。小説に書いてあるのと同じだ。パイモン、旅人、見てくれ。庭のレインボーローズが咲いている。
少し遅くなったが、事件の調査に付き合ってくれたこと感謝する。今回は特巡隊を代表してではなく、個人として。まあ傷